はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は道徳の決断をバープキット日本プレー続きをやっていきたいと思います。史実よりも2年早くアメリカと開戦して、戦争を始めているという状況なんですけども、今回はですね、前回シンガポール沖でシンガポール攻略に入っていた日本軍の主力艦隊が敵に奇襲を受けてシンガポール攻略がならなかったというところだったので、再度シンガポールに対して攻撃を仕掛けていくというところになります。で、前回最後内政は一通り当たりますので、もういきなり海戦に入っていきましょう。艦隊はね、すでに再編済みです。で、敵の場所ももう知れてます。ここには映ってないですが、取り逃したというか、残っている敵の空軍基地はここですね。で、空母も傷ついているものがいるはずなんですが、まだ足がそれなりに速い空母はさっさと敵の場所に進行していきましょう。足の遅い空母がいるな。これだな、この2隻の空母は足が速いね、まだ。あとは敵の艦隊がいるかどうかですね。敵の艦隊がこのマラッカ海峡近辺に潜んでいる可能性はもちろんあるので、さて、では一旦この辺りから時間を進みを通常に戻して慎重に攻略を進めていきます。敵の基地まで目と鼻の先まで来てます。まずは夜明けとともに偵察機を飛ばして場所を確実に特定して航空機をすぐに飛ばしていきます。やることは明快ですね。なので、発見しました。さあ、あとは一気に行こうと。どうしても空母2隻失ってる分数が足りない、そういう印象かな。敵の艦隊はおそらく一旦退いてるかなって感じはしますね。
で、おそらく今回の攻撃隊で敵の基地に対しては一旦沈黙させられるんじゃないかなと思うので、逃げましょう。夜の間に攻撃するっていう方針に変えていきます。夜になるのを待つということですね。で、戦艦部隊を敵の基地に対して攻撃要員として入っていきましょう。もうここまで来るとあとはね、早く夜になってほしいなというところなんですけど、もう一旦攻撃隊出せば、それとも型がつくかな。ちょっとどうしても足が短いんですよね、まだこの時点の航空隊だと。今出ている飛龍、加賀から出ている航空隊が届けば攻略が終わるかもしれない。ただ距離的にはちょっと微妙なところですね。届いてくれれば。届きそうだな。届きましたね、ギリギリ。いや、届いてないな。爆弾投下してないよね。いやー、残念。微妙に投下してない。駆逐艦がやられた？駆逐艦がやられていても。戦艦が撃沈されなければ御の字ですね。大破でしのいでくれ。巡洋艦を失いたくないんで、大破でなんとかしのいでもらってる間に味方の航空隊でとどめを刺しましょう。やっぱり空母4隻体制から2隻体制に減ってるっていうのがかなりでかいな。マイナスの意味ででかいですね。これでも終わらないよね。あと一発必要かな。まあ、ただこれは戦艦でとどめを刺せばいいかな。なんとかマラッカ海峡取れましたね。まあ、ただ損害も大きいな。駆逐艦2隻撃沈されてます。第2第3第4艦隊、これでなんとかマラッカで頑張るしかないかな。構成用火薬ですね、まあ、これを開発できれば、内容としては、砲台に推進力を与えるため砲撃時に爆発させる火薬、なんかちゃんと言えてない気がするな。射程が長くなるということですね。いずれにしても、まあ、これは一刻も早くやりたいですが、5000円持ってるかどうかだな。救急式の艦爆、250キロ爆弾を持っていて急降下爆撃持ち、まあ救急式の艦爆に変えていくのがいいのかな。あと水星ですね。
さてセレベス攻略に向けてというところなんですけど、今の戦力だとセレベスどうにもならないからな。おそらくこのセレベスとジャマに敵の艦隊が集結してると思うんですよね。まずマラッカにいる艦隊なんですけど、これ一旦このままここで修復させるしかないからな。ただ第二艦隊に関しては元気ですね。第一艦隊も割と元気だな。となると第四艦隊と第一艦隊で少し入れ替えますか。従順を外して、第4艦隊から従順を外して、その分金剛を投入しよう。これでどう？そうすると第2艦隊と第3艦隊が元気になりますよね。第3艦隊で今ドック入りしているのはなくなったはず。なので第2第3艦隊は即時投入可能ですね。で第4艦隊はマラッカで一旦頑張ってもらうしかないね。セレベスには2週間かかるか。となるとが19しか出ていないのはこれ乗せすぎ。となると艦爆の数、いや護衛機の数を少し減らすか。いや違うな。待ってね、今総流何が起きてるんだ。修理期間1週間を要してるからやっぱり速度が出ないんだな。となると1週間やっぱりマラッカで止め置くしかないですね。ジャワ置き状況わからないので、ではスパイをまず送り込みましょう。この1週間がどう出るかわからないですけど、しょうがないですね。で南シナに入っている艦隊、これはまだ10周もかかる。10周かかるってきついな。であればこれもいや10周かかるか、10週間もかかっちゃうかって感じだな。とりあえず輸送船を作んないと話にならないですね。今ちらっと見た感じだと、さてちょっとここ考えどころですね。まず今すぐ艦隊動かすのは危険なので、一旦このままにするにしても、だレイテにいる艦隊の数は知れてるしな。そしたらレイテにいる潜水、いや潜水艦隊は残しておかなきゃいけないでしょうというところもあるしね。まずマレーにいる潜水艦隊はいずれにしてもマラッカに移動させるでしょう。でレイテにいる潜水艦隊、これはもうマラッカで防衛に当たってもらいましょう。で2個潜水艦隊プラス水上部隊でマラッカは防衛ですね。なのでマラッカは急いで飛行場を建てます。破壊してしまったマラッカ、ここに飛行場を建てよう。で敵はおそらくこっちから進行してくるので、一番遠いここだな。やっぱりこう考えると揚陸艦欲しいですね。強襲揚陸艦。さてここから考えどころですけど、まずはジャワセレベスと取ってしまいたいので、
セレベス、ジャワ、かといって、小笠原、マリアナ、トラックからは戦力は割けない。中部太平洋に敵の大艦隊が押し寄せてくる気配がありますね。アメリカの海軍。マリアナに来るのか、小笠原から侵攻してくるのか、いずれにしても、これを見る限りだと、中部太平洋にいる敵の艦隊ですね。これ。第一艦隊。戦艦か、危険だな。ただ空母はヨークタウンしか確認できない。いや、レキシントンもいるね。なので2隻の空母。小笠原かマリアナか、いずれにしても日本近海から増強するしかないね。ちょっと怖さしかないですけど、一旦はこれで様子を見るしかないかな。お金もないしね。まあ、ただできることとすれば、余っている石油を無駄にあげましょう。何かが起きることもないと思うんですけど。これでいいかな。では次回はですね、おそらく中部太平洋からアメリカ軍が侵攻をかけてくると思われるので、これの防衛。で、マラッカからはジャワ、セレベスというふうに攻略を仕掛けていきたいと思います。で、マレーにいる艦隊、これは、ドック入りするでしょう。レイテの艦隊、これを動かすというのはちょっと危険だしな。セレベスを確実に取れるっていう保証があれば、もちろん、動かすんですけどね。そうなると、お金を節約したいので、スパイも出せないな。一旦ここでじゃあ、中部太平洋の動向を見守りましょうか。では、少し短いですが、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。